どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。マスターデュエル1周年記念考察チャンネルへようこそ。プロ考察者の龍です。このプロ考察者の私から本日皆さんに謝罪をしなければいけないことがございまして、メンテナンスありました。2月の6日にメンテナンスがありまして、ここで診断の情報や1周年記念の情報、こちらが出ると豪語していました。私は、結果クラフト生成可能カードの追加しかありませんでした。本当に申し訳ございませんでした。誠に申し訳ございませんでした。1周年記念があると豪語していた結果、何もなかったという結果を招いてしまい、本当に不徳の致すところでございます。誠に申し訳ございませんでした。というわけでね、1周年記念は、2月の6日時点では何も情報がないということで、逆にこのクラフト生成可能カードの追加という謎のお知らせがね、運営から来ましてね、はい、こちらの1周年記念を待っている我々の神経を逆なでしてくるというね、非常にそういう高度なプレイング、運営の高度なプレイングによって我々はこの謎の禁止カードの解放を、喜ぶべきであるというね、結論に達しました、私は。はい、というわけで、今回はこのクラフト生成が可能となったカードの中から、マジックテンペスターという犯罪者、こちら使っていこうと思っております。どういうモンスターかと言いますと、たまにですね、あの禁止カードが使えるようになるこのなんか謎のマサデルというゲームなんですが、こちらですね、マジックテンペスターくん、これはですね、2021年の4月の1日に、禁止カードになったカードでございまして、バーン効果を持っています。エンデミオンとかですかね、主に使われてまして、で先行ワンキルを決められていて、普通に終わってたんですけども、この効果どういう効果かっていうと、チューナープラスしない以外の魔法使いモンスターで出せますよ。シンクロモンスターレベル6、このカードがシンクロ召喚に成功すると魔力カウンターを1個置けますよ。で一旦一度自分の手札を2の枚数墓地を送ると、魔力カウンターをその数だけ置けますよと。で、フィールド中の魔力カウンターを全部取り除くと、その数かける500ポイントのダメージを相手にライフに与えるということで、16個ですね、16個置ければ、8000ライフ削り切れますということで、エンディミオンとか使うと結構簡単にね、16個のカウンターって置けるんですよ。で、よく先行ワンキルのに使われてたっていうことで禁止になってしまいましたが、2023年の2月の6日マスターデュエルで、禁止カードを作っていいですよ、アンリミテッドで使ってもいいですよという、そういうね、脱獄指令が来ましたので、釈放されましたので、こちらマジックテンペスターを使って今回は先行ワンキルをしていくという形ですね。結構簡単で、こいつ使っていくの、もちろんね、なんかソルティアせずに普通にエンティミオンに入れてワンキルしても別にいいんですけど、今回はね、手札また確定できるようにしてきました。はい、いつもの通りです。親の顔より見た光景と言われているこの彼岸二種めちゃくちゃ簡単ですけど、彼岸二種または、スピードロイドの竹トンボーグとかからもいけますけども、辺で、ゼンマイソルティアをするとですね、確定でこいつの、カウンターを、16個以上にできまして、でマジックテンペスターの効果をドヤ顔で使って相手のライフを一瞬で削り取るというムーブが可能となっております。はい、マスターデルさん、1周年記念おめでとう。デュエル3倍。マジックテンペスターとかいう大犯罪者、エンディミオンで確かあれだよね、先行ワンキルで使われてたみたいな感じだったね、確か。でなんかありえないぐらいのソリティアをして、でなんか、カウンターをなんか死ぬのためにたまるじゃないですか、エンディミオンって。でなんかそこのカウンターをなんか全部取り除いてマジックテンペスターでドーンみたいな、結構最近ですよね。なんならこのカード最近禁止になったのさ、なんか調べたら2021年の4月の1日ってなったから、いや2年経ってないですね、1年10ヶ月前ぐらい、そのぐらいに禁止になって、マスターデュエルでね、1年、10ヶ月の時を経て、使用可能となって復活してくるというはい、そういうね、状態になってますんで、ちなみにこれ多分冒頭で言ってると思うけど、1周年の情報何もなかったわ。はい、2月の6日にさ、メンテナンスあったからさ、絶対あると思ったんだよ。確実にメンテナンス情報はあるだろうなと。100億%。そしたらさ、データ更新もなんもなくてさ、ガチでなんもなくてさ、
資金紙カード生成4つぐらい追加しておいたね、お前らってコナミから言われただけでさ。いや、ちゃう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 っていうね。しかも追加するにしてもなんかもうちょっとなんかみんな知ってるなんか心変わりとかそういう方が盛り上がるんじゃない、追加するとしたら。今あれ心変わりも作れんだっけ、使ってねえな全然心変わり。あ、作れんだっけな心変わり、ちょ覚えてねえけど、なんかもうちょいなんか盛り上がりそうな、アンリミテッドで盛り上がりそうなやつ解放した方がいいんじゃないか説はあるけどね。なんかもうデュエルロワイヤルできるようになったからもうやる気ない説あるよねコナミ。もうデュエルロワイヤルのルールでデュエルはできるようになったし、もう禁止カードなんて誰も使ってないから、実況者以外使ってないから、実況者というかもう竜実況チャンネルしか使ってないからアンリミテッドカードなんて、そんなカード実装してんくてもええやろみたいなこと思ってません？いや俺思ってると思うんだよねマジで。いやガチでだって俺このアンリミテッドを解放されてさ、生成がこれここに UR ポイント割いてさキャーキャー言ってんの多分俺ぐらいだろ絶対。いや他にいんの知らないんだけど、他にいたらごめんなさい、他にいたらごめんなさいなんだけど、マジで禁止カード生成来たこれっつってなんか嬉しそうに使ってる多分俺ぐらいだろこれ。喜ぶの竜実況チャンネルだけ説がね、ちょっとにわかに支えかれておりますんでね。まあもしね喜んでる方いたらぜひコメントください。はい、仲間ですね。そんなコメントは来ないと予想しますがね。ちなみにね、クソデッキ製造工場長ともなると雑談しながらこういうゴミデッキは回せるようになってますね。クソデッキ製造工場長ともなるとね、クソソリティアをね、このね、なんか適当な雑談をしながらね、回せるようになってるからビビるよね。これがやっぱクソデッキを無限に作ってきた男によるな慣れってやつだよね。プレイング、これもプレイングですからね。はい。マジック、まあ一応出してくるモンスターはちょっと若干いつも違うんですけどね。マジックそのコンダクターとマジックアブダクターっていうやつを揃えるムーブを今ちょっとしてるんですけども。結局ですね、この2枚が一番その、魔法カードを使って、何ですか？カウンターが溜まりやすいモンスターで、かつサーチがしやすいモンスターだったし、はい。ね、結構ね、属性大事なんですよ。ソリティアするときに。属性。モンスターの属性。はい。まあ、今回はね、地属性であるアブダクターと、コンダクターが、まあ、とてもね、特殊化しやすくて、しかもサーチしやすいということに着目し作ってきております。ちなみになんですけども、懸念材料といたしましては1周年記念のね、マジで2月6日何もなかったんですよね。で今のところ残存している説が2月9日説っていうのと2月の14日説っていうのがあるんですけど、2月の9日はね多分ね、もしなんかあるんだったらデータ入ってると思うんだよね多分だけど。だからね、2月の14日バレンタインにスプラトゥーンを実装して、なんかチョコレートと炭酸飲料を掛け合わせて、なんかちょっと若干なんか、合わせづらい。あまり口に、あまり一緒には食べたくない組み合わせのバレンタインが、もしかしたら巻き起こる可能性はあるかな、というふうには思ってます、私。はい。そろそろ佳境です。さあ、スカルテッドの効果によってカードを4枚ドローし、3枚戻していくと。はい。はい。まあ、これ何でもいいんだけどね、これ正直。ぶっちゃけ手札、残ってれば、この3枚が。3枚残ってればいいんで、まあ、あとはどうでもいいんだけど、とりあえずここで2の目次を発動しまくって、これ魔法カードを発動するとですね、マジカルコンダクターと、マジカルアブダクターの上にカウンターがなんか無限に乗っていくんですね。これはよくエンディミオンでね、使われてるカードでもあるんで、まあ、知ってる方もいるかなとは思うんですが、とりあえずこのトゥーンの目次とトゥーンの目次とトゥーンの目次とトゥーンの使用とトゥーンワールドまで発動すると、もうこれだけでですね、カウンター、クリアです。これだけでカウンタークリアです。はい。今、まあ、このコンダクターがまあ強くてね、2個ずつ乗ってくから、なんかそれ倍速で乗ってくんですよ。これも17個です、これ。はい。カウンター17個になりましたと。で、スカルテッド効果で、適当に特殊化して、チューナーを。で、魔法使い族プラス、チューナーで、マジックテンペスト。特殊召喚。大犯罪者。マジックテンペスターシンクロ召喚。マジックテンペスターの効果。カウンターを1個。
カウンターを全部取り除いて、取り除いた数かける500ポイントのダメージを相手のライフに発射。マスターデール1周年おめでとうございます。